はい、皆さんこんにちは。ジャーナリストの岩上康美です。本日の企画はですね、今年の9月ぜひやりたいと思っておりました。初版の都合からですね、準備不足その他もありまして、日取りが延期が続いておりまして、本日になってしまったんですけれども、逆に言えば駆けつけ警護で日本の自衛隊が初めてですね、武力行使ができる状態で海外へ出ていくと、そうしたことが閣議決定で決まり、実際に部隊が出ていくと、こういう折にですね、考えるというのも大変意義があるんではないかなというふうに思います。またお隣の韓国ではパク大統領の疑惑に対して国民が立ち上がり、国民が異議申し立てをしています。その数何万何十万という数です。こうした下からの民主化の運動、正義を求める運動、そのあり方というものを私どもは今お隣の国ので、目の当たりにしているわけですね。翻って我々はどうかということも合わせ考えながら本日のことを考えていきたいと思います。北の証言からたどる関東大震災、朝鮮人虐殺の記憶。本日のゲストは一般社団法人法専科理事、西崎正雄さんです。西崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西崎さんとは初めましてなんですけれども、私どもはロケ隊がですね、以前お邪魔に上がったこともあってですね、前に、ご登場はねいただいているんですけれども、西崎さんはその時にはカジュアルな服装をされていたんで、今日パシッとこう、ネクタイをと背広でイメージが、ちょっと違います。西崎さんのご紹介をしたいと思います。1959年に足立区にお生まれになりました。足立区生まれ足立区育ち、足立区でお仕事をしてた。最初はそうですね、学校の教員やってて、で足立区の竹の塚中学というところで最初働いてました。それから江東区行ったり江戸川区行ったりしてました。もう本当にその近隣の下町の、中学校の先生を。そうですね、科目は何を？英語です。英語の先生、英語の先生。今日は英語の先生でんってしてますね。そういう足立高等江戸川で中学校教英語の先生として勤務されていたと。明治大学の OB でいらっしゃるということなんですけど、学生の時にこの関東大震災の時に虐殺された朝鮮人の方々の運動というんでしょうかね、に携わると。そうですね、これちょっとご説明いただければ。そもそも関わり始めたのは1982年なんですけれども、その時は私大学の4年生でした。で、そのきっかけを作った人をちょっと紹介しちゃいますけど、この人なんですね。こちら側の方に向かって。この人が金田幸恵さんっていう小学校の先生をしていた人なんです。何幸恵さんですか？金田幸恵さんなんですね。金田幸恵さん、で、この金田さんが、自分の教え子に荒川放水路の歴史を教えてたんですね。で、この川はね、実は人工の川なんだよ、日の手で掘った川なんだよって金田さんは教えたんですけども、子どもたちは信じなかったんですね。いや先生、こんな大きな川で人の手で掘れるわけないよって子どもたちは言って、で金田さんが偉いのは、これ自分の教え方がまずかったと思って、今度荒川放水路の歴史を調べ始める、自分自身 で当時の工事の記録とかいろんなものを調べたんですけども、特徴的なのはこの人、夏休みを使って流域のお年寄りに話を聞いて回ったんですね。聞き焼きっていうのをしたんです。で、当時の工事の様子を、あるいは当時の地域の様子を聞いて回った。で、荒川放水路の工事が明治の末から昭和の初めまで20何年かかっているので、その中での出来事もいっぱい聞いてきたわけです。で、たまたま墨田区の八広という地域でお年寄りに話を聞いてた時に、ここではたくさん朝鮮人が殺されて、その殺された朝鮮人の遺体が今でも埋められたままになってる、河川敷に埋まってるんだっていう話を聞いたんですね。それで追悼する会というのを作って市民運動を立ち上げて、遺骨を掘り起こそうっていうのが1982年の話。遺骨を発掘し遺影する会という会を立ち上げた。もうそれ木下さんが中心になってお作りになられた。呼びかけて、でその発足の時から私も入ってるんですね。それはしかし、その
この先生に教わったわけではないでしょ、はい、違います。どういうきっかけで、はいはい、この木下さんが、はい、まあ、その今でも遺体が埋められたままになっているんだから、それを何とかしたいと思って、うん、いろんなところに呼びかけたわけですね、うん、お寺に行ってみたり新聞社に行ってみたり、うん、でもなかなか新聞社とかそういうところでも、いや証言だけではね動けないねっていう、記事一つならない、そうなんですね、でしょうがなくて木下さんはじゃあ市民運動という形で自分たちのできる範囲でやっていこうということで呼びかけて会を作った。だからその呼びかけに応じて私なんかは会を作って、でもまあ呼びかけといっても今 SNS がありますから、はい、思いがけないご縁の、ね、はいはい、空間的時間的距離がいろいろにあっても、はい、気づく人は気づくわけですよ、はい、でもそんなね80年代の冒頭ネットも SNS もないですから、うんうん、どうやってそれを当時はいろんな団体にもう呼びかけたっていう感じですね、労働団体とか人権団体とか、うん、地域でいろんなことをやってる団体とか、うん、要するにそういう団体に中心的にこういう呼びかけをしていった。でも明治 の、 その学生だったわけでしょ、はいはい、普通に学生生活を送ってたらですね、まあ授業に出たり出なかったり、はいはいはい、あとはアルバイトにくれてね、あとはサークルやってね、当時だったらね、まあゲームよりも麻雀だったりして、はい、そんなんで、あとは友達と飲んでくれて終わりみたいな、はい、普通そんな生活ですけどね、なんでその呼びかけにこのなんていうのかな耳が届いたんですか。ね、私その大学の中で、まあ、サークルみたいなことをやってたんですけども、うん、そのサークルっていうのは自主講座朝鮮語っていうサークルなんですよ。でそれは朝鮮語を勉強する学生たちのグループなんですね。ただ大学に朝鮮語講座がなかったもんですから、うん、しょうがないから自分たちで先生を雇って講座を運営してた、まあ、そういうグループをやってたわけです、まあ、一つのサークルとして。でそのサークルの中には私みたいな日本人もいるけど朝鮮人もいるわけですね、うん、在日の2世の子たち、はいはい、でその子たちはずっと日本の学校に通ってたから朝鮮語を全く知らない、うん、だから本当の初歩から私と一緒にあいやおうよっていう朝鮮語の初歩を勉強してた、うん、そういう人たちと友達になる中で朝鮮語を勉強するだけじゃなくて在日朝鮮人の歴史であるとか日韓の近現代史であるとかそういうことを学び始めて、でいろんなことに気づいていくわけですね。日本の歴史はこういう歴史もあったんだっていうことを学んでいる大学の4年生の時にこの話を聞いた。なるほど。だから自分の生まれ育ったところで今でもその河川敷っていうのは私が中学生の時にサッカーやって遊んでた河川敷なんですよ。あ、なるほど。その下流のところで今でも殺された朝鮮人の遺体が埋められたままになってるって話を聞いて、うん、びっくりしてすぐ参加したっていうのが当時の印象でした。なるほど。足立区それから墨田区というのはその隣ですか、荒川、はい、が流れて貫いてるわけですよね。そうです。はい、朝鮮語を勉強しようというふうに思った、はい、その歴史に取り組むとか、はい、事件に取り組むというのはまだその、ね、その時には思ってなかったと思いますけど、はいはい、サークルでいろんなサークルある中で、はい、朝鮮語を勉強しようと思ったのは何か理由があったんですか。まあ、後に英語の教師になることもそうなんですけど外国語を勉強したいと思ったんですね、うんうんうん、でまあ、当時いろんなスペイン語とか他の外国語を取ってたんですけども、うん、でもすぐ隣の国の言葉朝鮮語を知らないっていうのも変だなって思ったんですよ。なるほど。で朝鮮語を勉強しようと思ったら大学に講座がない。でよく見てるとそういうサークルがあった。じゃあそこでもいいから多少のお金出してもいいから朝鮮語を勉強したいと思って、じゃあ最初からその歴史とか、はい、政治とか、そうしたことへの知識があったわけではない。全然ないです、はい、もっと素朴に、はい、普通の人が英会話を勉強するのと同じように外国語をちょっと勉強してみようという、まずはささやかな、ね、そのきっかけだったわけですね、はい、でもそのきっかけが一つご縁になって、はい、こうしたことに関心を持つと、そうですね、いうことに、はい、そして行動することになっていったわけですね。その中で一番大きかったのは、まあ、在日朝鮮人と友達になったことですね、うん、具体的に、うん、でその子たちの、まあ、生い立ちとかをずっと聞いて、そうすると自分とかなり違うわけですよ、うん、置かれた立場、法的な立場、うん、社会的な立場、うん、随分違う、うん、その中で初めてこういうことに気がついていったということですね。あ、なるほどね。子供時代にはその自分の身の回りに在日の子がいるっていうのはあまり気づかなかったんですか。分かんなかったですね。多分足立区の西新井あたりだといたはずなんですけれども、ね、でも、まあ、ほとんどの人は日本名を使ってるでしょうから、やっぱり分かんないです。分からない。はい、ああそうですか。僕なんか僕は全く同じ年、1959年に東京生まれで豊島区なんですけど、豊島区からその近くに板橋にも朝鮮の
初級小学校が、はいはい、それからあの北区にですね朝鮮高校、うん、中学高校っていうのは、まあったり、しましたから、池袋をこう、駅を使ったりするわけですね、はい、当時はあの埼京線じゃなくて赤羽線でした、うん、だからそういうなんていうのかな、あのチマチョゴリを着た、うん、今はねチョゴリ着ないんですってね、はいはい、着れないですね、着れないというね、はい、随分嫌がらせをされると、うん、朝鮮の学生の姿っていうのを、うん、見たりとかですね、あと地元にいましたね、うん、あの朝鮮の在日の子がいましたんで、うん、あのそういうことは何ていうのかな気づいてはいたんですけど、うん、でもあの大学になって初めてそういう語学を通してね、はい、あの知ったって貴重なきっかけだったんだろうなと思います。で93年に社会教育団体グループ法専科、まあ、今日、はい、あのご紹介 している肩書きも法専科理事で、はいはい、もう中学の教師という肩書きでご紹介しているわけじゃないんですけど、はいはい、学校の先生はお辞めになられて、いやこの時はまだやってますね。あ、はい、そうですか。で、あの元々できたこの慰霊する会の死に追悼する会っていう会があるんですけど、その会とは別に、まあ、もう少しこの会の名前長いもんですからもうちょっと短くて親しみやすい会を作って、で墨田区の、まあ、地元の区内の中でもうちょっと何でしょうね、親しみやすいような活動にできないかというので、うん、このグループ法専科という名前の団体を作ったんですね、うん、これは社会教育団体としてますけど、そうです、ね、どういうことを目的としてどういう活動をしてるんですか。いや同じことです、あの追悼する会と同じなんですけれども、要するにこのことを知らない人がまだまだ多いと、うん、だからもっと多くの人に広めていって、で関心を持ってもらって、でできればどんどん会に参加してもらおうということなんですね。そういう意味で、まあ、映画の上映会をやったり、まあ、その社会教育団体での何でしょうね、墨田区祭りみたいなところに参加していったりとか、いろんなことをやっていきました、うん、こちらも存続してるんですか。もちろんです。あ、じゃあ両方ともあります。両団体と、ただこちらは全国団体で、こちらは墨田区民を中心とした団体ということです、ね、なるほどね、はい、でこちらにもじゃあこちらにも関わってらっしゃる。あ、もちろんそうです、はい、なるほど、分かりました。そしてあの2009年大事なことですけど、この墨田区の八尋にこの関東 大震災時韓国朝鮮人殉難者追悼の日というのを建立されたということですよね、はい、これも大変な苦労をされたということなんですけれども。そうですね、その話をちょっとしていきたいんですけど、はいはい、1982年の段階で最初に話を聞いたときに、ちょっとすいません、はいはい、今カメラ切り替えますから、はい、1982年に会を立ち上げた時に、その年の9月に一度河川敷を掘ってみたんですね。当時のはまだ遺骨が埋められたままになってるって話を聞いたもんですから、はい、でも掘ってみたけれども、まあ、遺骨は出なかった、うん、でまあこれはその当時その日に掘った穴はその日のうちに埋め戻せっていう、そういう条件で掘らされたんで、まあ、その条件が厳しいから遺骨が見つからなかったんだろうなって私たちは考えたわけですね、うん、でその後もっと証言を、それからもっと文献資料をっていうので調べていくと、うん、実は震災の当時、この写真と記事なんですけども、うん、震災の当時の11月に警察の方でそこにあった遺骨を密かに夜中掘り起こしてどっかへ持って行ってしまったと、うんうん、いうのが2度行われたっていうのが分かったんですね。荒川の、そうですね、荒川のほとりに、骨を探して、と書いてあるわけですね。でこれは遺族、昨日亀戸事件の遺族たちが、うん、と書いてあるわけですね、はい、で亀戸事件といって、うん、亀戸警察署の中で日本人の労働運動家が殺されてるんですけども、うんうん、その人たちの遺体がここに朝鮮人と一緒に埋められていたんですね。でその亀戸事件の遺族たちが肉親の遺骨を返せって、明日河川敷に骨を掘りに行くぞって言った前の日の夜に警察の方で密かに骨を掘り起こしてしまう、殺したのは殺人事件で、それで河川敷なんかに埋めるなんていうのはね、これ遺体遺棄事件で、はい、でやったのは誰だったらそれが警察だっていう、うん、だから警察によるこれ組織犯罪じゃないですか。そうですね、本当に証拠隠しですね、これね、証拠隠しで、はい、これひどいことが行われてたんですよ。